皆さんこんにちは、助手のライフハッカーニコです。今日のテーマは頑張りすぎないためのライフハック。結論から言うと、今日の動画ではあえて頑張らないようにすることで、より効率的に、より健康的に人生を送ることができるというお話をします。そして頑張りすぎてしまう人が頑張りすぎないために身につけるべき考え方を5つ紹介していきます。今辛くても大丈夫、この動画でも見ながらちょっと一息ついてみてください。頑張りすぎないためにできるちょっとした工夫が見つかるはずです。ぜひ最後までお楽しみください。頑張りすぎは逆に良くない？何かをするとき、頑張ろうとするのは人として自然なことですよね。例えばより良い結果を求めて頑張るからこそ志望校に合格できたり、スポーツなどで新記録を出せたり、歴史を変えるような素晴らしい発明が生まれることもありえますよね。このように頑張ることにはプラスの側面ももちろんあります。しかし現時点でしんどさを感じている人は頑張りすぎている可能性があります。では頑張りすぎるとは一体どのような状態でしょうか。また頑張りすぎないのが大切なのはどうしてでしょうか。もう少し掘り下げてみましょう。頑張りすぎないのが大切な理由、先ほどお伝えしたように頑張ることにはいい側面ももちろんあります。ただ問題は頑張りすぎることです。頑張りすぎている人はマイナスの完全主義に陥っている可能性があります。マイナスの完全主義の特徴をいくつか挙げてみますので、まずは自分に当てはまるかどうかチェックしてみましょう。1、もっともっとやらなくちゃと思う。2、ある一つの戦略だけが有効であると堅くなに信じている。3、不完全や失敗を過度に恐れている。4、自分の欠点を指摘されることに弱い。5、他者がいい加減なことをするとイライラする。いかがでしたか？マイナスの完全主義に陥ると、頑張っているつもりなのに満足感に結びつかない、失敗を恐れるあまり新しいことに思い切ってチャレンジできない、自分や他者の失敗を許せず自己嫌悪や他者攻撃によって疲弊する、高すぎる理想像に縛られすぎて自分の本来の力をうまく発揮できない、このような弊害があります。自分としては必死に頑張っているつもりなのに、マイナスの完全主義によってその努力が空回りすることは避けたいものですよね。しかしご安心ください。これからお伝えする5つの考え方を日常生活に取り入れることで、頑張り屋のあなたも程よく肩の力が抜けて人生の満足度が上がり、より快適に生きられるようになるでしょう。それでは早速見ていきましょう。頑張りすぎないための考え方5選。1、8割達成できれば合格ライン。夢は大きく、目標は高くと言われることが多いですよね。確かに夢や目標を高く設定することで自分の可能性を伸ばすことにつながる場合もあります。ただし、とても実現できそうにない夢や目標ばかりを自分に課している人は要注意です。高すぎる理想によってかえって自信を失うことになり、メンタルの調子が崩れやすくなります。そこで目標を設定するときにお勧めしたいのが、自分にとっての合格ラインを100点満点ではなく8割に設定することです。例えば資格試験などでも合格ラインを超えていれば合格できますよね。100点満点を取ってもギリギリ合格ラインで通過したとしても、合格したことには変わりありませんよね。私たちの人生もそれと同じ、自分で設定した目標であれ、仕事などの業務であれ、目標の8割を達成できれば十分と考えましょう。そして90%の結果が出たら、 100% に届かなかった自分を責めるのではなく、むしろ合格ラインを余裕で超えて 90% もできた自分を褒めてあげてください。このような考え方を身につけることで頑張りすぎるのを防ぐことができます。2、目標を変えることを自分に許可する。子どもの頃から優等生と言われてきた人や、真面目な人、責任感が強い人は特に、一度挙げた目標を変えるということに抵抗感があるかもしれませんね。しかしきちんと自己分析をして目標を変えることは決して恥ずかしいことではありません。なぜなら目先の目標を 100% 達成することよりも、長期的に自分のコンディションを保つことの方がはるかに重要であるからです。例えばトップアスリートでも、
体のコンディションによって目先の競技大会への出場を見送り、オリンピックなどのより大きな目標に備えることってありますよね。私たちの人生もそれと同じ。目先の目標を 100% の力で達成することよりも、自分の人生をより長いスパンで捉え、自分のコンディションを長期的に保つことの方が大切です。行き詰まった時ほど目標を下げてもいいと自分に許可することが大切です。 3. 正しくサボる。こんなことってありませんか？毎日遅くまで残業し、休日にも仕事のことを考えている。仕事をしていないと不安になる。いろいろな理由をつけて自分を忙しくさせる。このような兆候がある人は仕事中毒の危険信号が出ています。仕事中毒はアルコール依存や買い物依存と同じく、依存症のメカニズムが関係しています。したがって自分の手に負えなくなる前に、初期段階でその兆候に気づき、対策を取ることが大切です。仕事中毒の初期症状に対する対策、それが正しくサボることです。正しくサボるとは、あえてその行動をしない、自分をあえて休ませることです。現代の日本では忙しいことや働くことが美徳として捉えられている面もあり、サボることに対して罪悪感を感じる人も多いかもしれません。その気持ち本当によくわかるのですが、サボることに罪悪感を感じる人ほど自分を無自覚に苦しめている脅迫観念がないか、よく点検してみてください。そしてあえてその行動をしない、自分をあえて休ませることを意識してみてください。するとしんどさが軽減し、結果的に仕事の効率が上がるはずです。 4. べき思考の存在に気づく。例えば、何としてでも今月のノルマを達成すべき、お金持ちになるべき、失敗、ミス、失言を防ぐべきなどなど、べき思考は意識的、無意識的なものを含めると身の回りの至るところにあります。先ほどお伝えした正しくサボることにも共通していますが、もしあなたの中に何かべき思考があれば、それが脅迫観念になっている可能性があります。まずは自分の中にどんなべき思考があるかを点検してみましょう。自分の中のべき思考を点検していると、2つのべき思考に気づかれると思います。それは、どの時代のどこにいても通用する、つまり生死に関わるようなべき思考と、場所や時代が変われば意味をなさないべき思考があるということに気づくと思います。例えば、暑い日は水分をこまめに補給すべきなど、生死に直結するべき思考はもちろん必要です。しかし、それ以外のべき思考はそれ自体が悩みの種になっている場合も多いものです。また、べき思考が強いと新しい発想が生まれにくくなったり、予想外の出来事や社会の変化に対応するのが辛くなったりするという弊害もあります。自分の思考を変えるのが難しければ、いきなり変えなくてもいいです。まずは自分の中にどんなべき思考があるのか探してみましょう。自分にとってのべき思考に気づき、必要なものは残し、不要なものは取り払っていけば、より健康的に、より豊かな発想力を持って過ごせるようになるはずです。 5. 他者に求めすぎない。自分に対するべき思考だけでなく、他者に対するべき思考を減らすことも頑張りすぎないための秘訣です。自分の中にあるべき思考、つまりマイルールを他者にも当てはめてしまっている場合、それを破る人を見つけると、どうしても許せず、余計にイライラしてしまいます。しかし、残念ながら他者の行動を 100% コントロールすることはできませんよね。そんな時、どうにもならない他者に頑張りを求める代わりに、自分の方のべき思考を減らすことで、結果的に自分のしんどさを軽減させることができます。他者にイラッとした時におすすめしたいのは、イラッとしたことをヒントにべき思考を探すこと。あ、今イラッとしたということは、自分の中に何かべき思考があるな。どんなべき思考だろう。このようにイラッとするたびに自己分析をしてみましょう。これによって湧き上がってきた負の感情を落ち着かせることができますし、イラッとした経験自体も無駄になりません。例えば、リビングを散らかしたままの家族にイラッとした時、自分の中のべき思考を探してみましょう。すると、部屋は整理整頓すべき、出したものはしまうべき、散らかした人が片付けるべきといったべき思考が見つかるかもしれません。そして、他者にイラッとした時に、
自分のべき思考の存在に気づけたら、その一つ一つの思考に対して本当に？なぜ？と自問自答してみることもおすすめです。自問自答してみると案外そうとも限らないべき思考もあることに気づくかもしれません。このように自分が頑張りすぎないためには他者にも求めすぎない、このことがみんなが心地よく健康的に生きる秘訣です。以上いかがでしたか。今日の動画では頑張りすぎないように心がけることでしんどさを軽減し、より効率的により健康的に人生を送ることができるというお話をしました。頑張りすぎないためにできる実践方法はすでにお伝えした通りです。この動画で紹介した方法を実践してみて、いいと思うものがあったらあなたの身の回りの大切な人にもぜひ教えてあげてください。しんどい時、私も頑張りすぎないようにするから、あなたも頑張りすぎなくてもいいよ、そう言ってもらえるだけで肩の力がふっと抜ける人もきっといるはずです。ちなみに今日の動画と関連して、べき思考などネガティブになる思考パターンについてはこちらの動画、また抱え込みすぎずシンプルに生きる方法についてはこちらの動画で解説しておりますので、ぜひ合わせてご視聴ください。この動画の内容が何か一つでもあなたのお役に立てておりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。